皆さんこんにちは。今日の病気の学校は大腸がん再発のその3ということで、肝転移再発と言われたら丸2、抗がん剤について詳しくお話ししていきたいと思います。前回動画、肝転移再発と言われたら丸1という動画があって、そちらの方では主に手術、肝臓を切るような手術についてご説明してきました。そちらの方まだ動画見られていない方いらっしゃいましたら、そちらから先に見ていただくとより理解が深まるかなというふうに思います。今回は、手術の話も少しありますけども、手術と抗がん剤を組み合わせたらどうか、もしくは抗がん剤をやって、がんが小さくなった時に手術ができるようになるのか、手術以外の治療にはどんなものがあるのか、その効果はどれくらいなのか、そういったお話をしていきたいと思います。はい、ということで今日の授業では、大腸がんの肝転移再発について、まず1番手術についてと手術を再発する、この1番2番に関しては前回説明してきましたので、今回、3番目の抗がん剤についてと4番目手術できない場合について、今日の授業では、この3番4番についてやっていきたいと思います。1番2番については前回動画をご参照ください。まず簡単に前回の授業の復習をしておきたいと思います。大腸がんの手術後に肝臓にがんが再発してしまった場合、これは大腸がんに関しては肝臓に再発するケースっていうのは、再発する中では一番多いわけですけれども、再発した病巣が取れそうなら取りましょうと。で、一回取ってもまた後で別の場所に出てきてしまうことがあるので、そういう場合はもう何度も手術するってケースがありますと。で、有名な人では鳥越俊太郎さんが肺を手術して、肝臓も2回手術して、計4回手術して、未だに大腸がん手術から20年近く元気で活躍しているという事例もお話ししましたけれども、そういうふうに大腸がんの場合は転移したり再発してできてきた場所をとりあえず手術して取っていくことで治るケースも多いということなんですね。で、ただ取れるけども、とても数が多いとか、大きさが大きいとか場所が悪いとか、いろんな原因でこれ取ってもすぐに再発しそうだなというケースがある。これをボーダーラインというふうに呼びまして、そういう場合は手術前に抗がん剤をやって、で、抗がん剤をやってるうちにまたどんどん病気が増えてくる、もしくは別の場所に転移が出てくるようでしたら、それは無駄な手術はしない方がいいかなということになりますが、手術前に抗がん剤をやってちょっと反応を見てから手術をするというような場合もありますと。こういうのを、ボーダーラインの病変というふうに言うという話をしました。では今回の授業では肝臓の手術をした後ですね、そんなにじゃああちこち出てきたり再発しやすくて何度も手術をしなきゃいけないっていうんだったらば、やっぱり手術した後に抗がん剤をやっておいて、で、再発を予防した方がいいんじゃないかっていうお話なんですよね。それから手術最初からできないってなケース、その場合は手術以外の治療法どんなのがあるのかな、この大きくこの2つのお話を今日はしていきたいというふうに思います。肝臓の切除後再発を予防するために抗がん剤を予防的にですね、まだ再発が明らかじゃないけども肝臓を取った後に念のための抗がん剤、これやっとくべきかっていう話なんですが、一応ガイドラインを見ますと、肝臓切除後に抗がん剤をやるかどうかっていうのは弱く推奨、やった方がいいかもしれないけどやらなくてもいいよぐらいの、そういう推奨になっている。手術前にじゃあやった方がいいかって話に関しては、これはやらない方が良さそうっていうことになってます。さっきボーダーラインの病変には手術前に抗がん剤をやって様子を見るということを話しましたけども、最初から取れそうだと、これはボーダーラインじゃなく、もうこれは確実に取れますよという状況であれば、先に手術をするべきであって、最初に抗がん剤はやらない方がいいというふうになってですね。ただこの辺って意外と複雑で結論が出てないことも結構多いので、この辺についてちょっとややこしいんでね、考えてみたいと思います。今までの授業では、手術だけで再発が多いって、そういうがんいろいろありましたよね。食道がんのお話もしましたし、胃がんのお話もしました。その辺で、過去動画ぜひ参考にしていただければと思いますけど、手術だけでは再発が多いというようなステージの場合には、手術後に抗がん剤をやった方がいいよっていう話を一貫してしてきました。で、さらに手術後にやるより、手術して大変な、合併症が起きたり、手術後に後遺症があったりして、なかなか抗がん剤がうまくできないっていう人もいらっしゃるので、手術後にやるのが大変だったら手術前にやった方がいいっていう話もしてきました。そういう話が多かったですよねと。つまり手術だけで勝ち目がない場合は抗がん剤をやりましょうと。で、この抗がん剤が手術後にやるのが大変なケースでは、まず抗がん剤をやってから手術をして、で、手術をそのやった結果によってはさらに抗がん剤を追加するみたいな形
形で、手術と抗がん剤を間でサンドイッチで挟むという、こういう治療法が、まあ、欧米ではかなりもう流行ってきてますし、日本でも徐々に胃がんや食道がん、大腸がん、こういう治療が、まあ、やられつつあるという状況なんですね。で、特に直腸がんとか食道がんのように手術が難しい場合には、手術前に放射線治療などもやって、がんを小さくした方がいいんじゃないかとか、再発を防いだ方がいいんじゃないかということが言われているわけですね。まあ、この辺は必ずしも全員の患者さんにやるわけではありませんけども、まあ、患者さん、治りが悪そうな患者さんには、こういうふうに手術だけじゃなくて、抗がん剤や放射線治療、この3つの治療をうまく組み合わせることで、少しでも治りを良くしていこうという、まあ、こういった話をしてきたんですよね。だったら、大腸がんの肝臓の転移についても、手術した後抗がん剤やった方がいいんじゃないのとか、手術する前に抗がん剤やってから手術した方がいいんじゃないのとか、放射線も組み合わせた方がいいんじゃないのっていう話になりそうなもんなんですけども、まあ、どうもね、大腸がんの肝臓転移ということに関してはですね、とりあえずもうとにかく手術が基本で、まあ、それ以外の治療っていうのは、組み合わせ法も含めてですね、あんまり確たる根拠、治療効果が良いという証拠がないっていうのが現状なんですね。なので今までの話とね、どうもちょっと違うぞということをご理解いただければと思います。ややこしいのでもう一度整理しておきたいと思います。手術で取れる肝臓の転移は、これはまず切除。これは動かないんですね。必ずこうしましょうと。この辺に関しては、大腸がん転移が見つかったと言われたらという動画で詳しく説明してきました。で、手術で取れない場合ですね。これはもちろん取れないわけですから、手術をしろって言われても無理ということになりますので、この場合は抗がん剤をやりますということになります。ただ、最近やっぱり抗がん剤の進歩も目覚ましくてですね、いろいろな種類のお薬、特に分子標的治療薬っていう、まあ、お薬がかなり使われるようになってきまして、まあそれによって抗がん剤をやった結果、がんが小さくなって取れるようになるっていうケースが出てくる。これは取れるようになったらば取った方がいいというふうに言われてます。こういう手術のことをコンバージョン手術って言うんですね。しばしばこれ医者の中でも誤解してる人がいるんですけども、いわゆる術前化学療法っていうのは手術前に抗がん剤をやること。コンバージョン手術も手術の前に抗がん剤をやっているんで、これごっちゃにする人がいらっしゃるんですけど、いわゆる術前化学療法というのは、手術をやるということはもうすでに予定として決まってる状態で、手術をやるのは決まってるんだけど、その前に抗がん剤やっておきましょう。これが術前化学療法。で、コンバージョン手術というのは、手術ができるかどうかわかりませんよっていう話なんですよ。で、抗がん剤しかないから抗がん剤治療をやるんだけど、やった結果、運よく、がんが小さくなって、手術して取れるようになったと。こういうのをコンバージョンって言うんですね。なので、術前抗がん剤とコンバージョン手術、これはね、全く別の話だということになります。次に話をややこしくしているのは、このボーダーライン病変なんですよね。このボーダーライン病変っていうのは前回動画でもまあ説明しましたけども、取れるかどうか微妙、これ取れるかなと、ね、うまくすれば取れるかもしれないけど、下手したらちょっとがんが残っちゃうんじゃないかなっていうような難しい場所に腫瘍ができてしまった場合や、いや、これ技術的には取れますけど、まあ、転移の数が10個とかね、15個とかあって、まあ、これ全部取ろうと思えば多分取れるけど、まあ、15個出てるんだったら、15個全部取ったとしても、16個目、17個目が出てくる可能性高いよねと。だからまたすぐ再発しちゃって、またすぐ手術ってのは大変だよねっていう風になるケースが想定される場合にはですね、まず抗がん剤をやって、3ヶ月かそこらですね、抗がん剤をやりながら、ちょっと病気がこれ以上増えてこないかっていうのを見るということを説明したわけですね。このボーダーラインが話をややこしくしてるわけなんですよ。つまりボーダーラインに関しては抗がん剤を先にやった方がいいって言うんだったら、手術で取れる肝臓の転移に対してだって抗がん剤を組み合わせた方がいいんじゃないのってね、まあ、取った後に抗がん剤やればさらに治りも良さそうだし、切除可能だとしても先にまず抗がん剤やってから取った方が、まあ、もっと良さそうじゃない。だってボーダーラインって危険な状態だってそうするわけだから、安全な肝臓転移、取れるそうな小さな肝臓転移だって抗がん剤を先にやっといた方がいいじゃないのって思うかもしれないんですけど、ガイドライン上は切除可能な肝臓の転移に対しては手術前の抗がん剤は推奨しませんというふうに書かれていて、この辺がまあドクターの中でもですね、いやいや理解に苦しむというところなんですね。ということで、まあネズミくんの疑問は尽きないんですけど、じゃあ切除可能なら切除、ボーダーラインなら先に抗がん剤って言うけどさ、とそもそも何をもって切除可能で何をもってボーダーラインとするか、その境界線だって医者によって結構ズレがあるんでしょっていう話なんですよね。まあ確かにそうなんです。まあそこまで大きなズレはないんですけども、まあ実際いろんなまあ論文
や海外のもの、日本のもの見比べてみると若干考え方にズレがあるんですよね。4個以上とするか5個以上とするかとかですね、大きさどうするか場所どうするか、特にその場所に関しては画像診断上の問題というのがありますから、人によってはこれはこれなら絶対取れるよっていう人と、いやこれは取れないかもしれないなって感じる人、この辺はかなり主観的な、医者によってのその判断のズレというのが出てくるというのは、紛れもない事実なんですよね。なので、しょうがないんですよ、これはね。これ以上ちょっと追求しないでくださいという。現時点ではですね、何をもってボーダーラインとして手術前に抗がん剤をやるべきか、何をもってやらないべきかっていう明確な仕切りというのが、まだ決められてないというのが現状なんですね。当初ですね、欧米の方ではいろいろな臨床試験の結果から、術前後にやっぱり抗がん剤を挟む、サンドイッチする治療方法がいいというふうに考えられてたんですね。欧米人っていうのは日本人よりもどちらかというと抗がん剤を好む傾向にあって、手術をあんまり信用してないんですね。で、日本人はどちらかというと手術に自信を持っている人が多くて、抗がん剤を軽んじている人がいる、そういった文化的な違いもあるんですけど、当初欧米では当然肝臓を切る前に抗がん剤をやって、切った後も抗がん剤をやった方がいいっていうふうに考えられてきたんですけど、最近ね、それがそうでもないぞという報告が、海外からも出てきてるという、そういう状況なんですね。というわけで、切除ができる肝臓の転移に抗がん剤やるべきかっていう話の、大元となったこのヨーロッパの大規模な臨床試験、これが、EORTC っていうヨーロッパの有名なこのがんの臨床試験組織があるんですけども、その40983試験っていうのがですね、なんでこういう番号ついてるのかは置いとくとして、これをググってもらえれば、この結果っていうのは日本語でも結構解説がありますので、ぜひ興味があれば見ていただければと思うんですけれども、これは2000年から2004年、だからかなりもう15年から20年近く前のお話なんですよね。2000年から2004年に行われた臨床試験で、364人の患者さんが参加しましたと。4つ以下の肝転移で、これは取れそうだっていうね、外科手術で肝臓の転移が取れそうだという患者さんを、364人集めまして、でそれを182人ずつに分けて、これランダム化試験っていうんですけどね、2つのグループにくじ引きで分けて、それで手術だけの群と、それから抗がん剤やって手術やって抗がん剤というこのサンドイッチ療法の2つの群に分けて治療の成績を比較したという、そういう臨床試験があります。なお、抗がん剤は、これ、フォルフォックス4って言ってですね、5FU と、オキサリプラチンをベースとした、抗がん剤の、2つ以上の抗がん剤を使ってるやり方なんですけど、このフォルフォックス4という方法を、前後に6コースずつ挟むということで、3ヶ月ずつ抗がん剤をやった。結構、がっつり抗がん剤をやったということなんですよね。これで、8.5 年間の観察期間中に、手術だけの群では、この182人中114人が亡くなってました。手術プラス抗がん剤の群では、これ182人中107人がこの 8.5 年の間に亡くなりましたということで、これほとんどあんまり7人ぐらいの差しかないなというね。ざっくり言うとですよ。こういう結果でしたと。で、でも7人の差とはいえ抗がん剤やった方がいいのかしらということの決め手になったのは、これ生存曲線という、このグラフなんですね。で、これは5年生存率とは、生存時間とはっていう過去動画を作っていますので、もしよければそちらの動画概要欄にリンクを貼っておきますので、そちら見ていただければと思うんですけれども、今回ざっくりね、ここはもうさらっと流しますけど、こういうふうに再発したり、病気が悪くなったら、ここで曲線が下がるという、こういう仕組みになってるんですね。で、赤い線が抗がん剤と手術を組み合わせた治療。青い線が手術だけ、サージェリーオンリーって書いてありますが、手術だけをした患者さんの群で、これが最初182人ずついて、次の1年間では出ない無再発で生存している方が89人と123人、次の2年目では66人と81人というふうに、だんだん患者さん無再発で生存している患者さんの数がどんどん減っていくという、こういうグラフなんですよね。ただこれはね、ここで最初の時点ですっとこう下がっていく、ちょっと横になってますよね。これちょっと複雑な方法を実は使っていて、手術するタイミングにズレが生じるんですよね。だから手術をした結果4つだと思ってたけどいっぱいあったよっていうな人もいたりする。だから手術をした瞬間にこう増悪って判断されちゃう人が出てくるので、その辺、つまり抗がん剤を先にやっていると、手術をした群と比べるとイベントの発生するタイミングがずれてしまう。ここはね、統計学的にかなり難しい話なので、今回は簡単に言いますが、そのまま、の結果を出してるわけじゃなくて、ちょっとこれいじってるグラフだということなんです。で、人工的な差が最初にこう作られているんですね。こういうのをランダム
ランドマーク法とかって言うんですけども、まあ、とりあえず難しい話は置いといて、この曲線をさっと見た感じだと、手術と抗がん剤組み合わせた方が、無増悪生存期間、再発する患者さんの数が少ないというふうに見えたわけですよね。なので、まあ、これをもってですね、あ、どうやら、手術と抗がん剤を組み合わせた方が良さそうだっていう結果になったんですよ。で、ちなみに、手術をする前に抗がん剤やると、手術の合併症が増えるんじゃないのっていう懸念に関しては、手術後の合併症死亡、これは どちらの分も2人だけでしたということで、まあ、抗がん剤を先に組み合わせてやっても、手術の合併症はそんなに増えないんじゃないかなというふうに言われていますと。で、この無増悪再生存期間のグラフ、またここに出しますけど、これでもあくまでも、がんが再発するまでの時間、再発したらこう下がるっていう曲線なんですよね。ただ何度も言うように、再発仮にしたとしてももう一回そこから手術をして取って治るっていう人もいますし、再発した後にまた抗がん剤やったりとかいろんな治療をしていくわけで、まあ、ここ再発したからもう全てが終わりというわけではありませんと。だから再発無増悪生存期間で比較するのではなくですね、全生存期間、どれだけ最終的に生きているか治ったかというその全生存期間で比較した方がいいんじゃないですかということで、全生存期間のグラフを出すと、そうするとこういう風になっちゃうんですね。これが全生存期間、同じ試験ですよ、同じ臨床試験の結果なんですけど、全生存期間はこのようになります。そうするとあれ、これ無増悪生存期間だと明らかに赤い線が上にずっと行ってて、こっちの方が成績が良さそうだよねっていうことが言えていたのに、全生存期間にしちゃうと、あれこれ部分的には青が勝ってるフェーズもあるし、ここら辺では赤が勝ってるけど、結局ほとんど差がないじゃないのっていうことになっちゃったんですね。つまり再発はするかもしれないけど、この青の線は意外と頑張っていて、まあ、再発してもその後治療して治ったりする人がいるから、意外と全生存ではこうそれと匹敵する成績になっているということなんですね。で、いわゆる5年生存率をどこで見るかって、これも前回前々回かなの授業で説明しましたけど、この5年のところにこう線を引いて、ここにぶつかるところのパーセンテージですよね。これが5年後に生きている人の数ということで、5年生存率というふうに言うわけですけれども、この試験に関して言うと、まあ、やっぱり青の方がちょっと下に行ってるんだけども、5年生存率は手術だけで 47.8%、 抗がん剤と手術を組み合わせることでそれが 51.2% になったという結果になりました。で、これは統計学的な優位差 P 値というのが 0.34、 これは統計学的な優位差がなしと、つまりこの差というのは明らかな差がある。この臨床試験を同じだけ何度も繰り返したとして、毎回これだけの差が出るかといったらそれは出ない可能性が高いという、そういう結果になってしまったんですね。まとめますと、手術の前後に半年間抗がん剤をやった割にはですね、全生存全生存率の、つまり効果ですね、思ったよりその差が小さいぞっていうことが分かってしまったんですね。で、それ以外にもいろいろ臨床試験があります。それから臨床試験以外にも観察研究とかコホート研究といって過去のデータを分析した論文がたくさんあります。そういうものを集めて統合解析といって、統計学的にいろいろな臨床試験を、まあ、多角的に分析している、そういう論文もあるんですけど、まあ、全体的に見てもですね、どうもこの無再発生存時間、再発一回手術して取って肝臓の転移が取れましたという状態ですよね、そこから新しくまた再発してきてしまうまでの再発までの期間っていうのは確かに長くなるんだけど、全生存期間、結局どれだけ長生きできるのかっていうのを見ると、統計学的に優位差がないとする結果が多かったということが分かりましたってことなんですね。まあ、なので、まあ、一概にですね、こう見ると辛い思いをして、特にオキサリプラチンの抗がん剤ね、これはやったことある人はね、よくわかると思いますけど、まあ、結構辛いんですよね。痺れが非常に強く出たりとか、血小板が下がったりとか、まあ、いろんな副作用がありますという中で、もうこれだけの差しかないんだったら、そんなに無理してやらなくてもいいんじゃないのというふうに考える人もいらっしゃるということなんですよね。そこでですね、日本でも臨床試験が行われています。これは、JCOG0603 という試験ですね。これは今までもこの JCOG っていうの何度か出てきたかもしれませんけど、これは日本臨床主要、研究グループという臨床試験をやる研究グループがあって、いろんな臓器別にね、かなり大きな組織なんですよ。で、たくさんの病院がこの JCOG という、組織に参加して臨床試験をやっているというね、日本で最大級のこの組織になります。これが0603というのは、だいたい2006年頃に、この臨床試験の計画が立てられたということなんです。だからこれももう15年以上前の話ということにはなりますけれども、その結果は最近出たんですね。なので、この結果を見ていきたいと思います。この試験では、
手術をして手術プラス抗がん剤の群と手術だけの群、この2つの群を比較したということになります。手術前には抗がん剤一切やらないですね。まず手術という原則にのっとって、まず最初に手術をやって、で抗がん剤をやるかやらないかという2つのグループに患者さんを分けて、その治療成績を比較するという、そういう試験です。ただこの2006年時点ではやはり先ほど言ったように日本人というのは抗がん剤がね、治療がそれほど得意ではない、あんまりやった経験が少なかったんですね。なので欧米と同じように同じ分量を日本人の患者さんにやっていいかっていうね、特に手術をして体のダメージがある状態で抗がん剤をどんだけやっていいんだっていうのがよくわからなかったわけなんですね。そういうことでまだ抗がん剤を使うということ自体のその安全性に不安があった時期だったので、これはちょっと複雑な臨床試験になってしまったんですけど、その抗がん剤の投与の仕方とか投与量ですね、これもこの臨床試験をやりながら、まあ、前段階で決めて、で前半で少しそういう量を決めてから後半でちょっと量を変えてやるという感じのちょっと複雑な臨床試験になってしまって、まあ、これが後々まあいろいろな議論を呼ぶことにはなるんですけども、まあ、こういうね臨床試験をやったということになります。で術後の抗がん剤に関してはこれはフォルフォックス6というモディファイル、フォルフォックス6って書く、まあ、これは当時日本では標準的な抗がん剤でしたけれども、これを9コース実施したということになります。でその結果がこれですね。これは外科という雑誌に日本語の雑誌に載っていたものをちょっとお借りしていきました。これはここもやっぱり無増悪生存、期間なんですね。再発とか他の肺とか別のところにがんが出てくるまでの時間を見ています。この生存曲線を見ると明らかに化学療法をやった方が手術だけよりもやっぱり無増悪生存期間は優位に良いという結果になったんですね。P 値が 0.006 っていうのはもうこれ明らかに差があるというような結果が出て、まあ、これによってどうやら手術後の抗がん剤はやった方が良さそうだというふうに考えられたんですね。でこの臨床試験自体は、まあ、こういう、まあ、結果を持ってポジティブ、この結果の臨床試験はいい結果が出せたぞというふうに考えられたんですが、ところがですね、やっぱりじゃあ全生存率はどうなのよっていう議論になると、生きてるのか死んでるのかって話になるとこうなっちゃったんですね。なんでっていうことなんですよ。これびっくりしちゃうんですけど、なんと抗がん剤をやった群の方が全生存率、生きてる患者さんがなんと少ないっていう結果になってしまったんですね。これはまだ後で説明しますけども、このおひげの部分ね、これはもう、生存曲線の授業で説明しましたけどね、打ち切りの数が多いですよね。これは実は、まあ、暫定的な結果なんですね。まだもうちょっと観察してみないとこの曲線っていうのは変わってくるかもしれないけど、ただ現時点で途中の分析をしてみると、もうどうも再発は予防できるはずなのになんと生きてる人が少ない可能性があるという、まあ、そういった結果なんですね。でこの結果を解釈するのってすごく難しくて、専門家の中でもいろいろカンカンガクガクの議論があったんですけれども、まあ、抗がん剤っていうのは再発を遅らせてるだけで、遅らせてはいるけども長期的にはあんまり長生きできてないぞっていうことをなんですよね。で、なんでかっていうと、まあ、そもそもじゃあ再発したらこう曲線が下がるっていうね、この生存曲線のこの示し方に問題があるかもしれないと。抗がん剤を後にやってしまうと、再発したかしてないかっていうのが肝臓の中で画像診断として分かりにくくなっちゃってるんじゃないのとかね。もしくは再発をした時に、そこから抗がん剤やっちゃってると肝臓がかなり傷んでいて、そこから追加の治療がしにくくなっちゃうんじゃないのとか。もしくは、ね、抗がん剤をやってるのになおそこで再発してくるようながんっていうのは、再発してきてからもうものすごい予後が悪いと、もうどん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 悪くなっちゃうんじゃないのとかね。だから下手に抗がん剤をやると、なんていうか、おとなしいがんはやっつけていて、で暴れやすい強力な立ちの悪いがんだけが残ってしまって、それがどんどん悪さするんじゃないかとか。でもしくは試験の先ほど言ったように最初の頃っていうのは容量がちょっと違ってたんですね。でそういったところで誤差が生じてるんじゃないかとか、まあ、いろんな議論が、まあ、されましたけども、どうも手放しで抗がん剤をやればいいというふうにはそうは言い切れないんじゃないかという疑問が出てきたということなんですね。ただ、まあ、この結果は何度も言うようにあくまでも暫定的なものなんですよね。もともとの臨床試験っていうのはちゃんとルールを決めて無増悪生存期間で比較しますよと、それでいい結果が出たらこの試験この治療がいいと判断しますよっていう、まあ、そういうスポーツで言えばルール設定を最初にしておいて、それで臨床試験をする、そのために患者さんの集める数とかこれぐらいの数を集めればその差が検出できるよねというところをきちんとデザインして行われているものなので、その副次的な、結果ですね、この全生存率で比較するって最初に決めてないので、最初に決めてないもので比較してその、治療の優劣を議論することができないということになってるんですね。まあ、この辺はまた詳しく臨床試験編っていう動画を作って解説したいと思うんですけども、やや難しい話にはなりますが、結論は出せないというふうに考えます。
ということで、まあ、抗がん剤はどうやら再発を遅らせる力はあってやった方が良さそうなんだけど、ただあんまり無理してやらない方がいいという、そういう結果だということになります。まあ、このような経緯から、まあ、何度も言いますけど、肝臓の切除後っていうのは肝臓内に転移するケースが多くて、2回目3回目の手術が必要になるケースも多いですよと。でその再発を減らすために術後の抗がん剤が期待されるところですが、全生存率を改善したという明確なデータがないと。しかし何もしないよりは抗がん剤やれるんだったらやっておこうと考える医師も多くて、まあ、アンケート調査とかをすると、いや手術後やってますよ、抗がん剤やってますよと答える医師が、まあ、現状では多いという状況になっていますと。ただ、まあ、抗がん剤をやったことで逆に肝臓を余計に悪くしてしまうこともありますし、いざ肝臓に再々発をきたしたという場合に2回目3回目の手術ができないぐらい、まあ、あの肝臓の状態が悪くなってしまうようなケースが、まあ、なきにしもあるだろうということで、必ずしも、まあ、やればいいというわけではないと。つまり複数回肝臓を切るということは、これはどうも効果がありそうだということは明確になっている。しかし術後の抗がん剤が本当に効果があるかどうかわからないという、そのせめぎ合いの中で抗がん剤やっとくべきか、いや次再発したときは手術を安全にやるためにも複数回の手術になるかもしれないから、あえて抗がん剤をやらないという選択肢を取るか、この辺はもうちょっとどうすればいいんだということで、なかなか医師の中でもですね、こう悩みに悩んでるというところかなというのが現状ですと。で少なくともですね、まあ、これそれを取ろうと思えばすぐ取れますよという切除可能な鑑定に関しては、あえて手術前に抗がん剤をやるというのはやめておいた方がいいだろうということに、まあ、世の中の流れとしてなってきているということなんですね。まあ、このようにですね、非常にまだ結論が出ないことが多くて曖昧な説明になってしまうんですけれども、この辺なかなか説明も難しくてですね、患者さんに理解してきちんと理解していただくというのはなかなか難しいところではありますが、まあ、医師も悩みながら治療を少しずつ進めているというところなんですね。で技術的にもう取るの無理だよという場合ですね、これに関しては、まあ、抗がん剤を先にやるしかないわけですけれども、どんな肝転移が技術的に取るの難しいかというと、これは前回動画でも説明したように、いわゆるこの肝門部と言われる場所には胆管とか血管とか動脈がたくさん入ってきてますと。それから肝臓から心臓に行く、静脈ですね、太い肝静脈というのが3本ありますと。こういう血管とか胆管の近くにドーンと大きい癌がある場合、これはなかなか手術して取るのが難しくなります。血管に癌がくっついちゃっていて血管を切ってしまうと、結局その血管が支配している領域、その血管が流れている肝臓の領域というのは、癌が仮にそこになかったとしても、もう機能しなくなっちゃうんですね。だから血管を切ってしまったら、その領域全部の肝臓を取らなきゃいけなくなってしまうので、どうしても大きな切除になってしまうということなんですね。なので取るのが難しい腫瘍というのは肝臓の根元や、大きさが大きい癌だということになりますと。で特に肝静脈が3本はその3本や門脈といって入り口の血管、ここに、接している癌は取りにくいし、取った場合も大きな切除になってしまって、残肝容量ですね、肝臓の残りの容積が 30% 未満になってしまったり、3つの区域を超えて、まあ、切るような、つまりかなり大きな関節をした場するようなケースですね。それから血管を切ってつながなきゃいけないような場合、こういったケースというのは、まあ、肝臓がんの手術や胆管がんの手術ではやることがあるんですけども、大腸がんの転移ということに関しては、この後また他のところに出てくるかもしれないということを考えると、まあ、これはかなり厳しいということになっていて、まあ、大体このような 30% 未満とか3区域を超える血行再建を要する、こういうものは、まあ、やらない方がいいんじゃないかなと、切除不能とした方がいいんじゃないかということに、まあ、大体コンセンサスとしてなってきてるわけですよね。もっと言えばですよ、別にこう肝臓ってこう全部取っちゃうことって、まあ、技術的にはできるわけなんで、技術的にまあ取れないというよりは、まあ、これ取った場合に生きていけないということですね。技術的には取れますけど、これ取ったら肝不全になってしまって、もう肝臓が機能しなかったら人間は生きていけませんから、肝臓取っちゃ全部取っちゃったらいいじゃないって話なんだけど、いくら取れる技術的に取れたとしても、これはその後人間が生きていけませんよというレベルになってしまうのは、これは切除可能とは言えないわけですよね。ということで、まあ、取れる取れないの議論ってなかなか難しいんですけども、大腸がんの鑑定に関してはこういった基準が大体ありますと。最初に言ったように、最初は切除不能と考えられた病気でも、抗がん剤がよく効いた場合に手術できるようになったケースもあって、それをコンバージョン手術というと。じゃあこのコンバージョン手術っていうのは大体どれぐらいの、まあ、治療の成績治るのか、つまり、切除不能と判断された場合の肝臓の転移でどれぐらい治る確率があるのかという話なんですね。これについて次にご紹介したいと思います。大腸がんの肝転移に関して、コンバージョン手術を評価した日本初の臨床試験というのがあります。これは兵庫医科大学という、まあ、大学があって、そこの先生の、奥野先生という先生が発表されていますけれども、このベック試験というのかなというのが2020年に論文として発表されています。
これは、ね、日本で行われた比較的、まあ、なかなかこの切除不能の患者さん集めるの大変なんでね、先ほどのヨーロッパの臨床試験とか J 国の臨床試験と比べると少し規模が小さな臨床試験にはなりますけれども、まあ、これはかなり外科医の中でも重視されている臨床試験です。切除不能な大腸がん肝転移の患者さん34人を臨床試験に登録しましたと。で、抗がん剤、これはフォルフォックス療法にプラスして、分子標的治療薬っていうのが、まあ、あるんですけど、まあ、それに関しては詳しくはまた後日としたいと思いますけど、まあ、このただの抗がん剤じゃなくてプラスアルファいろんなお薬も合わせて組み合わせて使ったということですね。で、それで治療したところ切除可能になって肝切除を行うと、そういう臨床試験です。で、34人の患者さんに抗がん剤をがっつり行ったところ24人が手術可能になったんですね。で、この24人を実際手術してみるとそのうち18人が取りこぼしなく綺麗に取れましたという結果だったんですね。だから、まあ、半数以上ですよねの患者さんが綺麗に取れるようになったっていうことなんですよ。で、そのうち3名はその後も再発なく生きておられる。4人は、再発が残念ながらあったんだけども、そこから手術してまた取って、で、無再発になっているという状況のようなんですね。で、ただこの7人以外の残る11人は残念ながら再発して、これはもうそれ以上取れませんという状況にまた戻ってしまったということなんですね。ということで、まあ、この34人に治療した結果切除不能と最初は考えられていたけども、まあ、7人ぐらいはこれ肝臓の転移が治ったということなんですよね、という状況です。まあ、もちろんこれあくまでも肝臓の転移だけに関してですよ。肝臓の転移は治りました。まあ、もしかしたら肺とか別のところに転移が出ている可能性はありますけれども、一応まあこういう結果だったんですね。手術できた患者さんっていうのをのグループを見てみると、生存期間の中央値が74ヶ月でしたと。74ヶ月というとかなり長いですよね。5年6年ぐらいですかということになりますので、まあ、かなり長生きできていて、手術ができなかった場合はこれ30ヶ月でしたと。まあ、それでもね2年以上生きているわけなので、まあ、結構長いかなとは思いますけども、まあ、手術できた場合の方が圧倒的に成績が良かったということで、まあ、手術できた人は治るかもしれないねということが期待できるような結果だったんです。ただまあもちろんですね、これは手術できたら治るというよりは抗がん剤がすごくよく効いたから手術できたわけですね。だから、まあ、全体で言うと、まあ、手術が効いたというよりは抗がん剤がよく効いてると。で、抗がん剤がよく効きかつ手術もうまくできたというこの2つのラッキーが重なって、それで初めて長生きできるということなんですね。まあ、そういった結果が明らかになったということになります。最後に手術抗がん剤以外の治療法についてご紹介いたします。手術抗がん剤以外というと、通常はまず放射線治療が、まあ、思い浮かぶかなと思いますけれども、放射線治療はその効果についてだいたい20本ぐらいですね調べてみると、論文が、報告されています。で、いずれもですね、まだ放射線治療だけをやったっていう論文は観察期間も短くて、で、対象となる肝転移の程度ですね、どれぐらいひどい肝転移に対して行ったのかっていうのがちょっと分かりにくい論文が多いんですね。なので、まあ、結局肝転移の程度がひどければひどいほど、まあ、治療の成績は悪いし、肝転移の程度が軽ければ、まあ、治療成績もいいっていうことで、まあ、生存期間の中央値がだいたい15ヶ月から40ヶ月ということで、まあ、手術とかと比べるとですね、だいぶ短いと。で、これが、まあ、どの程度の肝転移に対して行っているのかというのがわからないですし、もともと手術 の適用がないような方に対して行われていることが多いので、もともと患者さんの状態が悪いというね、ことを考えると、まあ、この40ヶ月というのは結構長いのかなっていうふうにも見ることができますし、なかなか難しいんですね。この辺の評価が、こう、比較した臨床試験っていうのがほとんどないので、手術と比較すると、まあ、このパッと見の成績がかなり悪そうに思うけども、もともと手術できないような患者さんを対象にしていたりするので、手術と比較してどうこうっていうことの、その議論自体がね、あんまり意味がないかなということなんですよね。でも、まあ、実際に放射線治療をして、まあ、肝臓の転移が消えたとかね、でその後、まあ、比較的長く生きている、これは中央値なんでね、あくまでね、5年以上生きている方っていうのもたくさんいらっしゃるんですよね。なので、治る可能性がある治療ということも言えるかなと思います。まあ、いろいろ欠点、メリット、デメリットもあって、手術をしなくても済むっていうメリットがある一方で、肝臓の逆に表面にある方ですね、腸に近い場所とかっていうのは、腸って腸管っていうのは放射線に弱い臓器なので、腸が近くにあったりすると、これは当てにくいとかですね。あんまり大きいがんには当てにくいとか、まあそういう制約はそれなりにありますけども、まあこういった放射線治療、それなりの、まあ、効果はありそうだということになっています。それからもう一つはですね、
ラジオ波焼灼法ということで RFA っていう僕らが呼んでいるやつがあります。これはガイドライン上大腸がんの鑑定には推奨しないというふうに書かれています。ラジオ波焼却療法というのはこれ自体は例えば肝細胞がんですね、肝臓から発生したがんに対してはしばしば行うことがある治療なんですけども、大腸がんの鑑定にはあまり推奨しないということになってるんですね。まあ、こういうふうに肝臓にこう腫瘍があったら、それは体の外、皮膚の上から針を刺して肝臓にですね、こう超音波とか CT を見ながらこう刺すんです、針をね。で、そこの腫瘍の中に、針を入れて、ラジオ波を出して、まあマイクロ波とかを出すこともあるんですけど、まあここで焼いてしまうという治療なんですよね。まあ手術をしないで済みますし、お手軽で良さそうなんですけども、ただこれは単独ではあまり効果がないというふうに言われていて、まあそこちょっとぐらい焼いてもですね、またすぐ出てきちゃうとか、他のところに出てきてしまったりして、まあ、この治療自体をまあ単独でやっても効果がないというふうに言われてます。ただ、まあ、抗がん剤と併用してね、抗がん剤をやっている中で小さくなったと。で、あとちょっとで消えそうだっていう時に、まあ、この RFA を追加で行うとかね。まあ、手術をするのはちょっと体力的に厳しいので、RFA で残ったちょっとしたがんを焼いてしまおうとかね。そういうことをすることで、まあ、このヨーロッパの臨床試験では5年生存率が 13% ほど向上したというふうに、まあ、書かれている論文もあります。それから手術と併用するということで、切除不能だったと思われたものが、まあ、小さなものは焼いてしまう、大きなものは手術して取るみたいな形で、切除可能性を高めるという方法、まあ、期待もあるというふうに考えられています。ただこのラジオ波焼灼もね、まあ、どんな病変にもできるというわけではなく、転移層の数があんまり大きいと、まあ、できません。数があんまり多いとできませんと。まあ、8個以上はやめた方がいいとかね。4センチ以上の大きさだったらやめた方がいいとか、あとやっぱり肝臓の根元ですね、肝門部とか胆管、こういうものに浸潤している場合はやめた方がいいとか、血液の血の塊が悪いような状態の人、まあこういう人も やめた方がいいよねとかね、まあいろいろ制約があって、まあどんな病変でもまだ必ず焼けるっていうわけではないですし、まあその効果はまあそれほどね、ちょっと期待できないという部分もありますけど、まあ補助的に使うのであれば、まあ使うケースもあると。ということなんですね。ということで、大腸がんの鑑定、今までいろいろと、まあ、長々とですね、ご説明してきましたけど、まあ、未解決な問題は結構あるということが、まあ、お分かりいただけたかと思います。抗がん剤がよく効いてですね、転移層の場所が分からなくなっちゃうとかっていう場合もあるんですよね。まあ、効きすぎちゃうっていうかね。で、どこにがんがもともとあったのか分からなくなっちゃって、手術の時どこ取ったらいいのかしらっていうようなことも、まあ、あるんですよね。まあ、この場合、じゃあ手術もせずに様子見たらどうなるのかとかですね。まあ、そういうことはあまりよく分かっていません。それから、一つの転移層が小さくなったけれども、別の転移層が、だから2個3個と病変があって、1個は小さくなったけど、別が大きくなってきたと。こういう場合は、手術した方がいいのかとかね。抗がん剤の後、これ、手術して大きくなった方も取ったらいいのかとか、それでも再発のリスク高いんじゃないかとかね。まあ、いろんな考え方がありますよね。それから肝臓以外のところに転移層があると。で、それが例えば肺とか、取りやすいとこだったら、まあ、一緒に取るっていう選択肢になることが多いんですけども、まあ、例えばじゃあ骨とかね、一緒に腹膜とか、なかなか手術で取りにくい場所に、まあ、同時に、まあ、転移層があった場合、まあ、肝臓だけ取ってもしょうがないのかなということで、どうするか。まあ、こういうところも難しいところです。まあ、最近は、免疫チェックポイント阻害薬といって、新しい免疫療法の薬がですね、続々とこう認可されています。いろんながん種でですね。それから、分子標的治療薬っていうものも、まあ、特に大腸がんには効き目があるとされる薬がどんどん登場してます。なので、こういったお薬を、まあ、たくさん使った後でね、まあ、さらにそれで手術と組み合わせるというような治療っていうのは、まあ、正直あんまり我々も経験がないところなんですよね。なのでこういったところの安全性とかっていうのは今後もいろいろ論文を見たり勉強していかなきゃいけないなというところなんですよね。ということで今日の授業はまたまた長くなってしまいましたけれども、いろいろやっぱり難しいっていうことなんですね。難しいことを簡単にお伝えするのは簡単なんですけれども、まあ、ざっくりね、かいつまんで喋ればいいのでね。ただ、がんを治療中の患者さんっていうのは、まあ、基本的には詳しく知りたいね。少し難しいことでも詳しく知りたいって方が多いと思いますので、いつも授業ではなるべく詳しくね、少し難しめのことをご説明しています。患者さんのレベルでそこまで知らなくてもいいんじゃないのっていうようなこともあるかもしれませんけど、勉強したいという方を対象に少し難しめの内容も扱うようにしていますので、まあ、これぐらいの時間かかってしまいますね、ということですね。ここまでお付き合いいただきどうもありがとうございました。今日の授業のまとめです。大腸がんの鑑定についてお話ししました。肝臓を切除した後の抗がん剤は、再発を遅らせてくれる、まあそういった作用がある。
しかし生存がどれぐらい伸びるかというと、あんまり生存率には差がないかもしれないという臨床試験が、まあ、いくつかありますよということなんですね。で、まあ、その転移層が手術で取れるのであれば、手術前に抗がん剤をせずにまず取るということになりますし、ボーダーライン病変だったり切除不能というふうに判断された場合は、まず抗がん剤をやらざるを得ないだろうということになります。切除不能だと思われても抗がん剤が効いて手術ができるようになったという人もいて、その場合治る可能性も出てくるから、まあ、切除不能と言われた時点ですぐに諦める必要はないということですね。で、手術ができないような体力だとか、なんか手術をしたくないという場合、それ以外の治療法として、まあ、放射線治療というのが一つ手段としてありますと。それからラジオ波焼灼療法、これも、まあ、ある程度の効果があって、他の治療とか抗がん剤と、ね、組み合わせながらやっていくことで長生きできている人もいらっしゃるので、まあ、こういったこともぜひ選択肢にとして考えていければというふうに思いますということになります。このチャンネルがいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。次の授業でまたお会いしましょう。ではまた。